Thank you.
みんな他に安全な方法なんて思いつかないし、このまま…いや、なんだ。たくま、食堂の方から聞こえるよ。なんだろう、行ってみよう。わからない。落ち着いてなんかいられるか。僕らの知っていることは結局ジジモンさんの話だって。だったら何だってんだよ。あのな、俺たちは戻るっていちいち疑ってたらキリがねえだろ。信じないでいて闇雲に行動してどうすんだ。お前はだったらうだうだ言ってんじゃねえ。まあまあ、二人とも落ち何の指針もなく行動するなんてできないんだし。俺は信じてるぜ。こいつがどうだかし、僕だってこの世界に私その子供たちがどうなったか調べていけば。そうだな、今はそれが僕そう言ってもな、結局おし今間違いなく言えるのは、神か何かに生贄をさせ過去に何度か。僕はよくわからないけど。そうなの、ジジモンもそういう意見みたい。私もそう。そう、僕たちはそ犠牲を出さずに帰ろう。犠牲はいらん。ま、それに越したことはねえな。ミノルと、そりゃ犠牲なんてない方がいいに。ふむ、同感だ。俺もミノルを犠牲になどさせたくない。ミノルはまだ未熟だが、大きく羽ばたく可能性を持っている。こんなところでなんだよファルコも。君たちはいいよ。ただね、そうじゃない、僕たちはこいつらが何者なのか正体がわからないような相手を信じて。だったらどうするんだよ。俺たちこんな、こんな正体不明のひど。僕たちが僕はタクマを知る。わかんねえことばっかりだけどさ、俺たちを信じてくれる。こいそれにさ、俺たちジジモンみたいに中立だった。みんながみんな、そんな曖昧な言葉で信じるなんて僕にはできない。それに少ないとしても僕たちを狙ってる敵がいるんだ。何もわからないままあいつらと戦うなんて。ちょ、ミノルが言ったよ。仲間になったところで、それにかっていうかさ、何もしないでいたらわからない。僕の意見を無だって修士。くそ、な、ミュはどう思う。うちはそうだね、ごめん。とにかくよ、あいつらとだって話はできるんだ。僕は反対だ。話し合いなんて無理だ。ジジモンたちだってもう、みんなはどう思ってるんだ。みんな正気なのか。けどさ修士さん、僕たちも。そりゃそうだろう。まあ危ないのは目に見えて、ここにいて知らない相手。そうだ、危険なんだから置いていく。修士さんの言う通り、二人はここで。でもそうだぜ、連れて行く方が安全だ。そうだね。どうしてみんな。修士、うるさい。あの、どうかした。あいつらから。修士と。ああ、何かあるか。わかった。ああ、ここか。ああ、ふむ。そうそう、それな、遊園地で
じゃあやっぱりジジモンが言ってたのは、ま、行けばわかる。こらそこは、あな、注意が散漫だからって言い方っての。すいません何謝ってんだよ。喧嘩してる場合じゃないだろ。チェ、同感だな。おっと、大丈夫か。うん、平気。変な感じが。とにかくみんな気をつけて進むんだ。そんなことわかってる。ごめんな。相変わらずっていうか、なんていうか、何かきっかけ。しかしリーダーとして。くそ、歩き。それに何かあったらすぐ。今からそんな警戒。あの霧もあるけど、ここには敵が。何が起こるかわからない。山や森の中は歩くだ。そ、修二さん疲れて。ミユに当たるんじゃね。まあまあか。いえ、ここはお兄ちゃんが。待て待て、シャコモ、お前まで噛みついたらやや。今からそんなんじゃ、この先。なんか今日の修二さん嫌な感じじゃない。ちょっとサキちゃん、声が大きいわよ。むしろ聞こえた方がよくない。誰かさんのせいで空気悪くな。